ギルバート・ライルは、イギリスの哲学者。ウィトゲンシュタインの言語観に層を得た、イギリスの、いわゆる日常言語学派の代表的人物とされている。心身に言論を批判するときに用いた、機械の中の幽霊、機械の中の幽霊のドグマという表現でもよく知られている。自身の思想の一部を行動主義と表現した。1900年、イングランドのブライトン生まれ。 ブライトンカレッジで学んだ。1919年にオックスフォード大学に入学。哲学や倫理学を学ぶ。語学に堪能で第二次世界大戦中は長宝将校を務めた。1924年クライストチャーチカレージ講師。その後、オックスフォード大学ウェインフリート記念講座哲学教授に任命され、1968年まで務めた。 彼の後任が、ピーター・フレデリック・ストローソンである。ウィトゲンシュタインと親しくなったのは1929年以降だが、理論的尊敬とともに、ウィトゲンシュタインの教育スタイルには違和感を覚えたことも書いている。ライルの主書である、心の概念ザ・コンセプト・オブ・マインドは1949年、交換。1945年から翌年まで、アリストテレス学会会長を務めた。 また哲学史、マインドの編集人を1947年から1971年まで務めた。1949年の著書、心の概念においてライルは西洋哲学の主張を成してきた、心身に言論を誤りであると断じた。心が独立した存在であるとか、心は体の中にありながら体を支配しているといった考え方は、生物学の発達以前の時期、 物資主義がそのまま持ち越されたものに過ぎず、余剰として退りけられるべきである。ライルによれば、心身問題を論じる目的は何よりもまず、人間存在のような高度な有機体が、その行動から得られる、名称性をもとにして、どのようにして抽象化や、仮説形成といった工夫、戦略、手腕を発揮するのかを記述することである。ライルは、 デカルトやラメトリーといった17.18世紀の思想化を批判し、自然が複雑な機械であり、人間本性が小さな機械だとすれば、人間の特性である知能や自発性が説明がつかないから、この小さな機械の中に幽霊がいるとしなくてはならなくなると述べた。ライルの考えでは、なぜなのかという問いに対して、機械論的見地からの見応えを探そうとすると、 カテゴリーミステークに陥る。人間行動の記述、説明にあたっては、心理的語彙が重要な役割を果たすのだから、人間は機械と類比して語れるようなものではないし、心とは外部に現れる技能の隠れた原理なのではない。ライルの考えでは、心の働きは体の動きと切り離せない。心身はつながっており、 心理的語彙といっても身体行動を記述するのと対して変わらない。ある人物の動機というものは実際のところその人物がある状況下でどのように行為する傾向性があるかということを意味している。虚栄という明白な感情や苦痛があるわけではなく、行動の一般的な数性内視傾向のもとに包摂される一連の行為と感情があり、これが虚栄という用語で呼ばれる。 ライルによれば、これが小説家や歴史家やジャーナリストなら、人々の行動を見て、気軽に様々な動機や道徳的価値や個性を判断しても良い。しかし哲学者が心とか魂と呼ばれる領域に、これらの性質を付与しようとすれば、問題が起こるのである。また、ライルは、認知主義理論に基づく説明に対して、古典的な反論を加えた。すなわち、 認知主義心理学では認知行動の前提として、何らかの認知システムがなければならないとするが、認知システムの策定自体一個の行動なのだから、このような因果的説明では無限素行に陥り、説明にならないというのである。ライルとオースティンはどちらも日常言語学派に数えられ、同時期にオックスフォード大学に勤めていたが、坂本百代によれば、両者の間に交流はなく、 日常言語といってもライルが非論理的側面を強調するのに対してオースティンは秩序形成面を強調するという相違がある。心の概念は哲学的心理学への重要な貢献とされ、また日常言語学派の主要文献とも目されている。しかし1960年代から1970年代にかけてはチョムスキー、ハーバート・サイモン、 ジェリー・フォーダーその他のデカルト主義的な認知科学理論が石鹸した時期であり、心の哲学の分野でも戦後に学会の二大主要潮流となったのは、ジェリー・フォーダーの表彰主義と内的な認知段階の存在を仮定するウィルフリド・セラーズの機能主義だった。これに対して、現代において影響力のある哲学者でありかつて、ライルの学生でもあったダニエル・デネットも指摘しているように、 身体化的認知、言説心理学、状況的認知理論といった認知主義以降の最近の心理学潮流はライルの業績に再び関心を抱いている。今日なおライルは高度な水準の人間活動について明晰かつ意味のある仕方で説明することは魂という漠然とした概念に頼らなくても可能であるとする立場を擁護するために主要な理論家であり続けている。 ライルのいくつかの著作は文化人類学の分野に大きな影響を与えた。クリフォード・ギアツはライルの概念、厚い記述を引用しながら、それが人類学の目標であるとしている。他の著書として、プラトンの進歩プラトズ・プログレスと論文集、ディレンマ・ダレメスがある。ありがとうございます。